もうちょっとなんかロマンチック、ロマンチックな話。じゃあ、あの、どんなプロポーズされたい？何やめてよ。どんなプロポーズだったらどうしたの、うん、こうグッとくる、なんだろう。あ、でも絶対嫌なのは、うん、フラッシュモブは嫌だ。あ、わかる、わかる、確かに確かに。なんだろうね、なんか自然に言われたくない？なんか、あ、別にそのレストランとかじゃなくて、うん、高級レストランとかじゃなくて、日常の中で、そう、ホームパーティーみたいな、こういう和やかな雰囲気で、うんうん、それこそだからさ、こういうさ、プロポーズのゲームとかしながらさ、うん、やってて、で最後に本当のプロポーズ出てくるみたいな。わかるかな、わかるかな、わかんないかな。でもその、この指輪がなんかちゃんとしたやつが出てきてみたいな。そう、スッと出てくる。あ、いいね、なんだこれ。そっかそっか、そうそう、これはね、今あるのはゲーム用のおもちゃだけど、うんうん、これがある時にこうスッとダイヤになってたりして、そうそうそう、差し替えられて、うん、で、あの、ちゃんと本当に考えたプロポーズの言葉がこうやって並んでて、あ、並んでるんだ、提出される。並んでるんだね。いや、それなんか絶妙に日常じゃないけど、確かに絶妙に日常じゃないですね。そのくらい遊び心ある方がいいじゃん。遊び心は日常の中だけど遊び心は欲しいね。なるほどね、うん、じゃあもちちゃんは、うん、でも確かに少なくても二人の時がいいよね。やっぱ人の目気になっちゃうから、やっぱなんか、あの、はいと言わなきゃいけない圧力みたいな感じになるのよね。それはダメだよ。家の時だってあるかもしれないじゃん ね、 ね、そうなんだよ。だから家がいいかな。家で普通に、いいよ、それがいいよね、うん、テレビとか見ててみたいな。なんなら、あ、まあそうだね、あ、どうだろう、なんだろうね、ちょっと教えて、何かある？確かにテンションあるの、うん、でも私結構ちゃんとしてもらうのがいいかも。なんかすごい高級なお店とか、え、意外、うん、え、意外、行って、でも言葉が、プロポーズの言葉としては、毎日ご飯作らせてくださいとか、作らせてくださいあなたの生活を支えさせてくださいとか、 あなたの生活をより豊かにするお手伝いをさせてくださいとか、それでなんかすごい下から来てほしいそうすると私多分キュンとくる。羊あ、じゃあみたいな、じゃあみたいな感じで、私が、あの、その高級レストランのお金をバンって払って、かっこいいそれで帰るみたいな。かっこいいわ、それが理想かも。家政婦契約、頑張ろうぜっつって、家政婦契約って指輪騙さないでよすごい家政婦契約みたいな感じがいいんだ。確かにこれ契約じゃないの、バーンっていうのが、これ性格出るわ、理想的かも確かに、そうだね。それを受けてどうですかちょっと全然参考にならなかったけどそれを受けて、でも、なんだろう、私もなんか契約はしたいかも。だから家で家でまあそう言われて、あ、じゃあなんか私がこう守ってほしいことをこう書いたりとかして、浮気はしませんみたいな。それを、あ、なるほど、じゃあ、はい、サインして、はいサインサインが必要なんだね。ねえねえ、サイン、夢がないんだけどさっきなんか夢のある話をしようよという話だったよね夢ねえじゃねえか、結局どうなんだよちょっとロマンチックとはほど遠いのかね、我々ね。我々ロマンチックあんま好きじゃないからね。じゃあ次のゲームいきますか。次のゲームいきますか。はい、